どうもミルキー CEO です。よろしくお願いしますということでね、僕普段コンビハッピーデイというコンビ組んでるんですけれどもね、相方、今日相方の話なんですけどね、相方の石田修二郎というね、男がいるんですけれどもね、なんていうんですかね、こう、ま、京都出身でね、お上品、ちょっとお上品な空気があるんですよね。家もなんか代々続く、何やったかな、酒屋さんか漬物屋さんか忘れましたけどね、京都のね、京都の酒屋さんか漬物か忘れましたけど、京都の酒屋さんか漬物屋さんって言ったらもうね、なんていう、もう一流っていうか、そのすごいじゃないですか、京都でね、お上品じゃないですか、漬物屋さんとか、どっちか忘れましたよ、酒屋さんか、ね、ね、やの代々続くところのね、息子で、次男か、三男かな、忘れましたけれど、まあ、お上品な空気流れてるんですよ。で、言葉も、物腰もね、すごい柔らかいし、丁寧ですし、で、なんか僕がなんか、僕のことをこう注意するときとかも、すごい丁寧にね、なんかこう柔らかく優しく遠回しにね、こうでこうじゃないですか、もしかしてみたいな感じでね、あの言ってくれるほどね、お上品なんですよね、非常にお上品なんですけどね、ただ一つですね、めちゃくちゃ野蛮なね、信じられないほどね、野蛮なね一面があるんですよ。もう驚きました。もう普段ね、もう京都出身でね、物腰柔らかくてね、お上品だからこそもう目も背けたくなるようなね、超野蛮なところがね、もうギャップとしてね、もうあるんですよ。それをもう今日はですね、発表します。なんとですね、相方ですね、もうこれ本当もう野蛮すぎて、もう皆さん引くかもしれませんけどね、もう言っちゃいますよ。なんとね、相方ね、京都でね、お上品なね感じなのに、実はですね、牛丼大盛り30秒で食べるんですよ。ギャオー、自分牛丼大盛りを30秒で食べるって、もう野生児やないかい。どんだけ早いねん、どんだけ駆け込むねん、それめちゃくちゃ腹減ってる柔道部重量級の子でもそんな早く食べられへんぞ。牛丼の大盛りですよ。並盛りならまだしもね、並盛りでもすごいですよ、30秒で食べるの。牛丼の大盛りを30秒でかき込むんですよ。どんだけ食うの早いねんっていうね、好きなんか、それは牛丼が好きなのか何なのか、腹減ってたんか何なのか分かんないですけどね、牛丼の大盛りを30秒でかき込むというね、恐ろしい、本当にね、もうびっくりしましたね。野蛮、もう野蛮です。もうストリートファイターのあの何、あの野獣みたいな名前出てけんみたいなもんですよ、本当に恐ろしい。ということでね、相方の秘密でした。どうもありがとうございました。